いいかな、サム。ジャンク屋だが厄介な配送になるかもしれない。いつも配達人に無理難題を言うクレーマーのような難しい人間らしい。今回も我々には使い道のわからんジャンク品を指定時間内に届けろと言っている。フラジャイルの顧客記録を見てもトラブルばかりだ。君も嫌な気分になるかもしれないが、受注したら依頼人の希望は叶えてやらねばならない。制限時間がある配送をできるだけ迅速かつ安全に行うためには、状況に応じた判断をしていく必要があるだろう。それからどんなに身勝手な依頼でも無視するわけにはいかない理由がもう一つある。彼のシェルターは通信をつないでいくためには外せない位置にある。何としても協力してもらわなければ。だが依頼人は今のところ UCA に加盟する意思は薄いようだ。なんとか要求を叶えて、最低でもブリッジズ契約までは達成してほしい。死んでしまったんだ。テロリストと組んだフラジャイルエクスプレスと奴らのことを刺激したブリッジズのせいだ。ガラクタの納品ご苦労様。意外に早かった。仕事だからな。まあ当然か。配達人はみんなテロリストと手を組んでるんだろう。噂だと言われても信じられない。キューピッドなんて受け入れられない。
通信とかいうやつか。つなぐだけなら構わないが、 UCA に加盟するのはちょっとな。あんたがやってくれるのか。なるほど、見せてくれ。面白そうだ。 UCA への加盟も考えておこう。お願いがある。あんたに持って行ってほしいんだ。これだよ、どうぞ。じゃあな、サムブリッジズ。ありがとう。